その助けてくれる人、迷子センターみたいなとこ、そうそうそう、あるよ、それは絶対ありますからね、そういうの、世の中やな、いや昔からあるけどね、そんな、あこれは不気味な子供が泣いているな。どうしたの、僕迷子です、おっさんやないか。僕迷子ですやるか、迷子です。お母さんを探してください。探せるやろ、ぜひとも探してください。おっさんやめて、しっかりしすぎてるから、それは。どうしたの、ふがふがが、ふがが、あー、はぐれたのか、これな、ふがが、ふがが、迷子になったんか、母さん、誰が母さん、ううついとるやろ。どうしたの、わからないんだ、わからない、あ、迷子か、ああ、この先何を目標にして生きていけばわからないんだ。おっさんや、みたいな、目標を教えてください。その口調でしっかりしてないの、探せや、自分で僕の目標をぜひとも、いやいや、自分で探せよ。あ、お母さん、お母さん、はぐれたの、はぐれたんかいな、お母さん、お母さん、ぐれたの、いや、歯取ったらあかんの、ぐれたら、お母さん、歯が取れたの、歯取れたらあかん、お母さん、お母さん、ぐれたの、いや、ぐれたらあかんがな、お母さん、レディースのヘッドなの、ぐれてるやん、ちゃんとちゃんとぐれてるやんか、お母さん、やさぐれたの、やさぐれたってなんや。ああ、迷子かいな、あ、かわいそうに、かわいそうに、大丈夫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 、こっちこっち、笑ってんのか。大丈夫大丈夫大丈夫やからな。あの、名前はなんて言うの。名前聞くと思った。ん、何その言い方。だいたい名前聞いてくるな。いや、それ聞くやん、名前、名前、うん、名前な、小堀、うん、小堀、うん、小堀、お、お、こ、こ、ほ、お、お、ほ、こ、ほ、ほ、お、り、聞いてて、こ、ぽ、こ、ぽ、ぽ、こ、ほう、ほう、そして2時間が経った。いや、やらへんわ、2時間もやらへんわ、それ。ほう、ほう、り、り、こほり、こほり、こほりくんかいな、うん、わかったわかったわかった。あー、歳はいくつ。数えて7歳。万で言うて。万やったら6歳。6歳か、あ、そうか。10引いたらマイナー4。なんで10引くの。マイナーとか言うのやめて。マイナスでええやんか。マイナー4、マイナー4、6歳、6歳。おっちゃん何歳。おっちゃん29や。29ってことは10引いたら19。でなんで10引くの。おっちゃん29歳、うん、で僕6歳で、うん、引いたら、うん、あの、借りてきて、借りてこんでもええ、借りてこんでもええやろ、返してみて。返してみてな。そうやな、あ、これいらんかったわ。そうそうそう、23個も上や。偉いがな、その計算できんねんな。めっちゃおっちゃんや。おっちゃんやで。めっちゃおっちゃん。おっちゃん、おっちゃん、おっちゃんやで。おっちゃん、おっちゃんやで。おっちゃん、え、なんでそんな言い方したん。おっちゃんです。え、おっちゃんです。おっちゃん、おっちゃん、いろんなおっちゃん試してみた。あ、そうかいな。ね、流行ってんのか、そんなんが。おっちゃん、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 おっちゃんやで。おっちゃん、おっちゃん、お母さん、お母さんはどんな人。お母さん、うん、ネロ出るん。狙ってへんがな。うちのお母さんはお父さんとうまくいってないのであります。どうぞ。どうぞやるか。どうぞやないやん。いらん、いらん、いらん。いや、こうとかいらんから。お母さんはんとってもグラマーなんであります。どうぞ。グラマー、スタイルがいいの。スタイルめっちゃいいんやで。ああ、そう。ボッキューボンボン、一つ多いな。ここら辺が出とるな。ね、ここら辺がな、うん、ザクみたいになっとるな、うん、ドームじゃん。ドームか、どっちでもええわ、もうそんな。うん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 、あ、どこであのはぐれたか分かるか。あ、そんなんな、あの、うん、はぐれた場所が分かってる迷子っておる。それ、あ、ここではぐれたんやって思ってんやったら、それは迷子じゃないもん。そうやな、いつはぐれんのかな、いつはぐれんのかなって思ってるやつに聞く意見やわ、それは。そうやな、そんな場所なんか分かるわけない、うん、分かるわけない、ね、それ聞くんは、うん、野暮。あ、野暮か。いや、そんな言葉知ってんな。うん、婦人服売り場知ってるやないのフロア。フロア、婦人服売り場のフロアではぐれたの、うん、ベロア。ベロアって何やねん。ちょっと待って、ベロアって何やねん。婦人服のベロア。ベロア何やねん、ベロアって。フロア、フロア、フロア、フロアではぐれたんかいな。はぐれた。どれぐらいや、どれぐらい前や。うん、あれは確か、うん、お米がたくさん取れた年のことじゃ。何年前それ。15分前ぐらい。15分前ぐらい、うん、うん、ほんで、あの婦人服売り場、うん、分かった、それやったらもう放送したら一発やから、うん、放送、放送大丈夫やから、お願いします。ピンポンパンポーン、迷子のお知らせでございます。婦人服売り場で迷子をお探しのボッキュボンボンのお母さん。
あの迷子センターでお子さん扱ってますんで、来てください。待ってまーす。本当は見つかるといいよね。じゃあ次のハガキ行こうか。何のラジオ？ハガキ読んでたわけじゃないよ今のは。見つかるかな？見つかるよそんなもん。あーお母さん来た。うん、お母さん来た。よかったな。お母さんごめんなさい迷子になったけど、うん、これからもう殴られとるな。これ殴られとるな。これな。やめなさいお母さんやめなさいそういうことは。うん、いつものことやからって言ったな今。あ、うん、でもな、僕迷子になってもな、うん、全然怖くなかった。偉いがな。だってな、このおっちゃんおちょくって遊んどって、うん、おちょくとったんかよ。見たいな。見たいなや、ねんがな。お前の子供絶対そうなるわ。そんな子供なるわ。なんでものすごいちっちゃい声で喋んの。なんでそうなんよね。なんでそうなんよね。マジでへこんでんのかいな。いやいや、なるよ、お前の子供やろ、そんな。いやだからここでなるやめろ言うてんの。